島でね、今日3900円だよ。お店の棚卸しでお値段が下がって牛革のバッグです。うちはナイロンビニールはありません。今日棚卸しなんです。皆さん、この店は今日4時で閉店いたします。その後商品の入れ替えをしなきゃいけないため、この入り口のメンズバッグもトラビス携帯で調べることができます。あのイオンモールに入ってる2万円1万8000円のシルバッグが全て